みの後ろへ勝負行こう。花火は音竹千代と元犬千代で、そうですな、千代という名前はまあ千年万年続くように、さようさよう、長生きをいたしてくれと、うん、そして亡くなった後もその御霊がな、良きように循環いたすように、いただきます。わし娘にも千代という名前をつけてるんですか。実はしかも松殿以外の一人が千代の件は晩年までな、我が妻松が怒ってしまってな、仲が悪かったんじゃ。千代もわしの側室と正室の松はな、なので側室との間に生まれた子でな、年常というのを、わしは年常とは数回しか会えて生きておりました。それほどに、まあ、別宅で暮らしてもなかなか会えなんて、こういった過去があるんです。前田利常殿はこの名古屋城築城に参加しておる、うん、石垣を我が武神の中で一番多く勤めておるのが、場所としては都市で4カ所ほど。あー、正門のちょうどあちらの方にもございます。前田家、黒田家が一番多くとしてる。加藤清正よりも都市で殿の方がこの名古屋城武神では活躍をされている。ありがとうございます。そうですね、その都市では拙者の血を一番色濃く継いでしまった。さようさよう。だで驚いた、初めて見た時には色白の美男して前田利家殿に世に似ておいや今はです、それは今は、今は今となっては似ておらんですよな。その昔は似ておりました、誠に。ああ、しかしながら利家殿も現世によみがえったばかりの時はまだここまでそうです、濃くなかったから、まだその面影はありました。そうですか、うん、ありがたい。まあ当分こんな感じですな。当分黒いです。烏帽子はいかがですか。烏帽子つい先日かぶりもして名古屋町で、名古屋平日にいかがですか。韓国だけ。韓国だけ。刑事が諸事情により、わしも急ぎ駆けつけた。あれ、利家殿、なんじゃろう。利家殿は、普段はそのようなことはないけども、利家殿も、あ、この男前なんじゃなと思ったのは、勝手に出陣したと。前田刑事を助けるために出陣したにもかかわらず、あ、間違えたって言って、あの姿はなかなか男前でした。いや、っていうのを刑事に、前田刑事にそういうことにしようと、あ、お主が出陣だったかと、間違えたなって言ったら刑事は、まあ例えばわしが前田刑事であるとして、おじき申し訳ござらん、ありがとうございました。あ、お主が今日出陣だったか。いやいや、諸事情により遅れましたが、今までありがとうございました、利家様。あ、いや、この後は前田刑事が止めます。ありがとうございます。いや、今日わし間違えたんじゃ、出陣の。そんなことを言っていただきありがとうございます。こうなるはずが、こうなるはずが、もう一回来てください。まあ、例えばわしが取ったんじゃ。あ、徳川殿がわしの役で、わしが刑事。おじきありがとうござる。いや、わし間違って出陣してしまったな。ことび刑事だったか。すごい空気すごい空気。刑事は何も言わずいや、そこはなんか拾ってきて、わしがどんずべりして、さらに客人もポカン、刑事もポカン、空気全部ポカン。
とんでもなかったですそれは周りの者たちは前田刑事を心配させないようにさようですな考えた一言であったにもかかわらず、いや面白いかなと思う。確かに何にも面白いことただ皆を困惑させた人に意味が通じない。通じてたよ。ダメでした。伝わっとるかの、まあ、そういったこう男が持ち合わせる心でございます。すまんと言わせないために少しこう面白おかしく言ってみると、例えば刑事には伝わらんかと。例えば徳川の人助けをする、例えば川で溺れとるものがおったとして、それをまあ人なのでつい助けてしまうと、その時にあなた様お名前はと言われたらば、いやいや名乗るほどのものじゃない、これが美しい男の美だと。確かに、よくわかる。年家殿が思う男の美学でございます。まことですか。みんなじゃない、そういう美学を通したいというのはよくわかります。年は現世で言えば平成ではなく昭和の美学です。まことですか。昭和にはそういった美学を持ち合わせた者たちが多くございます。そして問題なのがですね、徳川殿と同い年、我が甥前田刑事、あれはその真逆を行くんですよ。あの者も人はええんじゃん、人はええので人をちゃんと助けれるんじゃん。助けるけども自分で吹いてしまう。やれとこそこで助けたぞ。ああ確かにそれは、それが問題なんですな。惜しい。そういうところは男としてはきっと我慢をし、自分自身でこれこれをやったと自慢をせずともよかろうと。なので、まあ、例えば助けてもらったという場面で、あなた様お名前はって言ったら、足か天下一の歌舞伎者前田刑事、お主からくり持っとるか、みなぎないたせいたせ、 SNS 持っとる拡散いたせそういうことです。そしてそれが行き過ぎて、そういうことが行き過ぎて400年前、まあ身の丈もよく似とったので、わしの影武者をあやつにやらせた。あの影武者なのにもかかわらず、わしがあーこれ知っておるか、影武者というのはこの成り変わるがゆえに名乗ってはいかんわけだな。もし万が一名乗るとしても、まあ、声でバレてしまうが、もし万が一名乗るべき瞬間であっても、その身代わりとなった者の名前を言わんといかん。あ、そうです、身代わりになっとるよという言葉でバラしてしまった。そのふりをし続けなければいけないので、死ぬ時も言ったら、その例えばわしの影武者であれば、わしとして死なればいけないんですな。どういたした前田刑事が年家殿の身代わりをいたした時に髪型は髪型は兜をかぶって、兜をかぶって、そしてまあ大将たちにはわしの顔は知られておったけど、その下の者たちにはわしの顔は知られてなかった。確かに。といったところで、まあ理屈が通って年家殿と前田刑事は身の丈ほぼ一緒ですね。さようにござる。大きかったんじゃ我らこの身長はな、6尺ぐらいござるけれども、戦国時代であればものすごい大きいんじゃぞ。なあ、今何とも思ってないかもしれんけど。いやいや、それなりにうなずいております。なぜ現世に蘇った今では皆このわしと信長殿と年家殿と前田刑事はこんだけの、ああそうですな、この4人こんだけの間に全員入った、えらい大きいですな。前田刑事が一番高い、前田刑事、前田利家殿、信長殿、わし行く。あ、この弓の違いで測れてる。そうそうそう。あ、後ろな、線を通すがゆえな、協力をいたせ。線を引
っぱりでな、干渉いたさんようにせよ。徳川殿は影武者などは、あ、無論無論わしは複数影武者。ああ、そうですな。徳川殿となると狙うものも多いでしょうな。足部の数は結構ありました。都市殿の一人、一応一人。ただ、わしも戦場の守備隊にしとるような、まあ大将じゃなかったので、割と前線に行く大将。ああ、なるほど。なかなか影武者が使えんから。いや、わしの数も結構おりましたな。2人。まさか20か。まさかの2人。結構ですか、2人は。結構な音ぼけをする。年上殿が怖い。比べるところが少なすぎます。いや、もっとおり申した。あーはーはー。大体何人とか分かるんですか。これはいくら年上殿と申せと申し上げることはでき、なぜならば多くの者たちが見とる。なるほど。今でもわし影武者使い申すで。そうです、ね、あんまり言いたくない。我が隊の中でも徳川殿は3人おると言われてる。時間の使い方が他の者よりも特殊なんだ。常にな、話題も豊富。そして異国の言葉も7カ国語ぐらい喋りますな。あのベラベラではない、7カ国70。またとか言いつつも、もしかしたら本当にそれぐらい喋れる可能性がござるというのが徳川家康。いつ時間を使っておるのか、むしろいつ寝とるのかな。だね、わしは今年に入ってからまだ寝ておらんですね。まだ徳川家康という男の総称としては寝ておらん。いや、その影武者が何人もおるから、まあ、影武者は寝ておりますけど。そういうことだから今の徳川殿が本物かどうかわからんと思う。その概念、それを申していただきますか。やめてくだされ。バレてしまう。バレてしまうと交代交代で休んどる。いや、誠に多分そういうことなんだ。まだ今年に入ってから寝とらんですか。そろそろ5月あたりぐらいまでになると眠くなってます。すごいですな。人間2週間寝ないと死んでしまうと聞きます。いやすごいです。それは嘘でござる。真似はできん。いや、まあ、確かめようがない。寝おる時間がもったいないと。あります。今日はよく来てくれたの。そしてはない。何やらワッパちゃん。まあ良いぞ。なんかこう向くとな、わからんもんだな。なんでお主に話しとるではない。あはではないぞ。お主に話しておるんだぞ。今気をつけて帰ってきてな。最後の無事だ。続いたところで、せいは何ですか。せいは何ですか。せい、うるせい。せいではないです。そい。そいやの、そい。いやいや、せようという。いや、せい、そう、大きな意味はないです。ああ、控えよ。な、せい。まだね、この言葉は関係ござらん。ああ、ああ、あ、もう、何かあったら、そう、そう。さ僕はそのはいろんな国のことを知られてるので、本当にある言葉なんだ。これは本当にあることはござらん。日の本の言葉という、おうおうおう、このバテレン語で申すところのオノマトペ。もしくはオノマトピア。え？オノマトピア。さよ。今の、へもそうです。ああ、例えば、
はい、というのは何かこうよくわからんという状況を表すためにね、これからまあ例えば何かを抑えるためにサイッというあその言葉に意味がないけども、この擬態であったり擬音であったりすることを、まあそのようにオノマトペ、もしくはオノマトピアと申します。まあこと、そのオノマトペなるものが最も多い、多くのものに話されている言語がこの日の本の言葉日本語、日本語ほど、まあ、例えばこのようにこうバシッドカッ、あー擬音がツルツルーであるシャロンであるし、確かに何でもできますか、バキバキバキ、そういう言葉というのは異国の言葉でないのです。ジョリ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 ツル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 ジョリジョリジョリ、なるほど、この時間になるとジョリジョリしてくる。故に日の本の言葉というのは非常に珍しい。どこへ行く、風が強くて風です。このこたびかわいそうなことをしたなと思うのは、そのようになワッパのこう前列に巻いて演舞中に砂ぼこりが育って、うん、子供であればあるほどこう低いところにあるって吸い上げてしまう、あれがかわいそうであるなと思いました。なのでこたびその我らの演舞中に皆の前でハート決める場所が、その時に今回は砂ぼこりの件も含めて場所気取らんかったなぁ、確かめようがなかった、意味合いを込めて、まことです、まこと、いやぁ、とりやらんです、さすがの徳川家、たぶん徳川殿以外がやっとったら、清正とかがやっとったら徳川殿怒ります。確かにそれはあかん、いや怒る、もしくは大絶賛する確かにどちらかですが、よくやった数の助あたりがやったら大絶賛です。確かに、ようやった、いやいや一番やってよいのはおいごです。あー絶対にやらない、やらないですな、ケージ面白い方向にいかんです、かっこいい声を聞かないんです。なぜか前田刑事の話が出るけど、前田刑事をこうバカにしとるわけではないと分かっておると思うけど、愛情ですな、愛情の裏返しですね。やはりこたびはこの竹千代と犬千代の出陣ということで、こたびはなかなか新鮮な気持ちでござったな。ああさようにござる、なかなか珍しいですな、珍しい、人も、うん、随分わし徳川家康が幼い頃は竹千代という名前だったのじゃ、うん、そして前田利家殿の幼い頃の名前は犬千代という名前だったのじゃ、共に千代という名前がつくよ、そうそう、今でも国家の君がよ、うん、千代にや千代にという歌詞、うん、あれの意味と全く同じ千代、そうだな、ぜひ現世のものにも名前で使ってほしい、千代というの、おなごの名前にしたら可愛いじゃん、千代、俺もすな、まあ例えば島倉千代子さん、あー確かに、あとは何がまたな、あとはなかなか現世ではないじゃろしわしわ名じゃろ、それはキラキラ名ではなくしわしわ名、あまりパッと浮かばないですな。以前わしのもとにバッパが参って、わしの目の前でモチモチしておった、おうおう、その10秒後ぐらいの母上が参って、その母上が申した、この子は家康という名前なんです、おお、わしと同じ名前をしておるバッパに出会ったもん、大
大変な人生。年江殿もあるのでは、ござらんか。年いや、拙者はござらんですな、まだ。わしはあります。誇らしげです。いやいやいや、年江殿。いや、拙者ないです。まあまあ、ちょっとあの読み方が違う。理科という女子は何度かあったことありますか。ああ、都市を使った。いやいやいや、あの都市家で理科と呼ぶ。ええ、まことですか。いやいや、字は、ま、全く違うけど。全然違うだね。全く別物です。理科ではダメですか。ダメです。例えば、我が徳川家の15代将軍は吉信という名前でござる。ああ、よく慶喜と呼ばれます。ああ、漢字が徳川慶喜と前田理科。信長殿も新長。ああ、新長と呼ばれます。名前の話をしております。大谷君の話かな。なんていうんだ。理科。前田理科。ちょっと可愛げが出てきます。もしくは全然理科。食店新長。食店新長。徳川家康。お前もあろうな。ただ、徳川殿、そしてお願いします。全然理科。チェンテンリーちゃん。あ、さようさようさよう。全く一緒ですね、やはり。無論、チェンテン、チェンテンリーちゃん。チェンテンリーちゃんを一生懸命日本語に直したのが全天理科と。理科だよ。だって元々は一緒の言葉のはずなんです。あ、さようにございます。だよ。例えばバテレン語でメヒコ、メヒコという言葉とメキシコという言葉とメキシコという言葉は元々一緒の言葉のはずなんです。四国の言葉になぞると少しずつ変わってくる。で、日本語、日本、カポン、ヤーパン、ジャパン、それぞれ似とるけども、自国の言葉に直して少しずつ変わっていく。なので、それでジパングと呼ばれておったと。日本人は耳がいいらしいです。多民族に比べて。で、聞いたことがございます。先ほどの話に繋がるんですが、擬音が多いというので、雨の音とか、シトシトとか、ザーザーとか、そういった音を聞き分けれるものが誠におるらしいんです、少数派で。で、日本人にはその少数派が割合が多いと。誠にシトシトと聞こえとるものがおるらしいんですよ。ああ、その雨の具合が変わった。雨の具合が変わった。雨が悪かったかもしれない。よくわからん。言ってることが。信長殿の耳が悪くなったわけではなく、全部聞こえとるがゆえに理解ができない。全部聞こえた上での理解不能でございます。そう申してお前が一番耳が悪いじゃん。わしが喋っとってもかぶして喋ってるし、あたさんつっても全然気づかないし。前田利家殿はそういう意味では敬意なくて、利家殿はその話される事柄は常に面白い、興味深い。ああ、しかしながら実際にこう口を使って言葉にすると言ってる意味が全くわからない。しかしその異な派を文章にしたためると非常に流麗である。ああ、文才ござる、年寄り。文才はある、文才はある。黙ってじゃないよとか。なあ、だってわしは時折思うんです。ドアラであるとか、岡左衛門殿であるとか、何かこう、持ってきて、何か言うまでこう苦しく構えて、スラスラスラーって何か書けばよいと思う。もしですか。そしたら、偉い向きでね。ことですか。筆談部署。筆談部署。勝之助はどこじゃ。あら、消えた。勝之助、どうした？困ったね。カラバンを配っております。あ、カラバンを配ってたのか。はっ、なるほど。はっはっ、カラバン耳悪いな。はっ
全部聞く前に聞く前に はっはあ、大変じゃな、両三郎。さようですな。共に共に頑張ろう。ではみなみな、ありがとうございました。わしは明日おるの。ああ明日余計なこと。お前は白か、明日は白か。明日は映像ですな。映像ってもわからんわ。拙者と我が甥前田刑事と加藤清正、おう銀河さんはラスト、ラストトーマ、そうじゃな、がおるでかいで、明日も名古屋城入ってくれ。明日はわしは大阪へ参る。楽しみじゃ。ではみなみな、また会おう。さらばじゃ。名古屋城でもお待ちしております。